10月17日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。 今日本番始まる5分前まで今日オープニング何喋ろうかなと考えていてあそうだあれにしようと思ってたことが一つあるんですけどもそれとは全然関係のない話をいつものことですねこういうのねいやこれはねそんなに長く話すつもりは全然ないんです今日私をご覧いただいて何かお気づきになることありませんかジャケットがががこいいでですすよのねね実はし結構 TPO に合わせててま 何が TPO に合わせてるかというと、はい、これは先先週、うん、いや先,先週かこのオンエア終わった後でですね、えー、雑誌に載っていた革ジャンが欲しくてよし革ジャン買いに行こうというんで <laughs> 秋葉原じゃねえや、えー、秋葉原の近所だな御徒<き>町,あ、はい、町上野の横ですね御徒<ー>町に結構ね革専門の店が集まってる一角があるんで<ー>そうだあそこ行ってみようと思っていって。 でお目当てのものを探し当てて、うん、色もいいですよお目当てのものを探し当てて、はいはい、買おうかと思ったら、うん、私が想定していたよりゼロが一個多かったんですあこれはちょっといくらなんでもこれはちょっと だけど、うん、もう試着もしちゃってるわけですよ、うん、ね。そこの店出づらくなったんですね <laughs> これいかんこれちょっと私気がこう見えても気が小さいんです意外と正しいですねこうそうなんです私ね意外とそこでごめんなさいが言えないタイプですなんこの間もなんかそんな話になりましたよね、うんうん、なんだっけあれなん,だけな,な,んかなんかの話です いや、そんなもんすぐ逃げたらいいじゃないですか。わかった、思い出した。あの、この近隣のマッサージみたいなところに行って、マッサージしてもらってる最中で、隣の会話の会話が聞こえてきて、隣の部屋で、あの、今日は一回いくらですけれども、あの、次からはあの正規価格になりますけれども、今日は会員になって毎月クレジットカードから会費を引き落としということにしたら、えー、次回からも今回と同じお値段でって言われてですね、隣の、 マッサージでずっとそれが聞こえてるということは。 マッサージが終わった瞬間に俺もあの会話の攻撃をされるんだなと <laughs> もう途中から気が気じゃなくて <laughs> うん、うん、マッサージ受けてる気分じゃないですよねあれ <laughs> 今は気持ちよくマッサージはされてるんだけれどもうん、うん、このマッサージが終わった瞬間にきっと、えー、お客様今日はいくらですけれども次回からだとあの正規料金になっていくらですか <laughs> があの今日会員になっていただくと会費、ね、を毎月あのクレジットカードから引き落としということになりますと、えーえー、次回からも今回と同じお値段 んですからうん、会員になってくださいって言われそうな気がするじゃないですか、えー、それでその時に何て断ろうかとうでこの話を増山さんに翌日した瞬間に増山さんは「そうなの断ったらいいじゃない」って <laughs> で,できないんですよそれが。困ったななんて言い訳ですて嫌だなと <laughs> その間またマッサージしてらっしゃる方がですねとても親切そうないい人っぽいのですよ。うん、でこのいいいい人相手にいや僕ももううちょっともうあの1回でで次なななかなか来ないです 今日なんかお試し料金で看板が出てたから安かったから来たんです。もう次来ませんって言えないじゃないですか。それはそれ、これはこれですよ。いや、だけどそこで会費、会員になったら、毎月雇用がこまえが一定額が、あの、クレジットカードで引き落としされるわけですよ。はいはい、で、私はね、後半、まあ1時間のコースで後半30分ぐらいずっとなんで答えようかと思ってたら、もうマッサージに身が入らないこと、この上ないですね、これ。えー、えー。まあ、この天末期は、 横へ置いとい,置いといて簡単なんですよこの天は、うん、え最後にま,まあ簡単な話をするとですねどうなったかというと、えー、そのマッサージをしてくれてた女性がやっぱり向こうも若干の負い目があるんでしょうねものすごく控えめに <laughs> 隣で勧誘されてた人は男性が勧誘してたんですがむっちゃ積極的に勧誘してたんで <laughs> これを断るのはなかなか 隣でマッサージ受けてたあの若い女性っぽい人はでもね断っていきましたけどね結構ですって言うんだと思って。<laughs> うんうん 私の場合は嫌だな30分後どうしようかなと思ってたらそのお姉さんがすごい優しい口調で、はい、そんんななにしつこくないんですよ軽いッタッチで、うん、軽いトーンで会員になりませんかって言うからもう思わずなっちゃおうかなと思ったんだけどだ毎月いくらぐらいのことだったら <laughs> まあしょうがねえかと思って考えたんだけどそのお姉さんの方から誘い水をかけてきてくれて、うん、私飛び込む時に。 入り口であのカルテみたいなやつ書かされた時に大阪の自宅の住所を書いてたんですよ、ね、その若い女性は私があのここで働いてるということを知らないわけですね当然私は別にそんなこと一言も言ってませんからえー、えー、その女性はそのカルテを見ながら「あお客様大阪の方ですね」となると毎月ここへ来るということはあ<ー>まあちょっと考えられませんよねって向こうから言うもんだから「はいはい、そ,その通りです」「<laughs> 僕はこの辺はめったに来ませんから」ね「<laughs> 僕はこの辺はめったに来ません」って。こ そしたらそのお姉さんが「<laughs> えー、あそうですよねじゃあ会員になられても仕方がないですねじゃあお会計どうぞ」って、うん、あそれっさり終わっちゃったんで「<laughs> やたらき <laughs> よかったマッサージしながらの会話ですぐそこでラジオやってます」って言わなくてて <laughs> <laughs>、えー。 あそれでねあの、うん、くぐり抜けたんだけどもその顛末を翌日お話し、えー、を本番前に増山さんにしたところ「うん、そんなの言葉でいいじゃん」っていやい、ね、それが私はできないんだってだでさっきの話ですよ御徒、はいえー、町の革ジャン屋行ってですね その高い私が思っていたよりゼロ一つ違う高い革ジャンを試着してななんんかサイズ合わせみたたいなことしちゃったんですよそれがなんかイタリアンサイズの38か40か私微妙なところでですね、うん、40がいいか38がいいかで私はその段階でもう値段札見てますから <laughs>、うん、どっちだって買わねえよと思ってたんですが、はいはい、でもとっても親切な方で「あお客様は38より40あの方がいいかもしれませんね」かなんか言って40のサイズを持ってきてくれて、うんうん、これ来ちゃって でそれでひとしきり時間を潰して会話も成立しちゃったもんだから、うん、私気がい,ばいもんですからもういいですって帰れなくなって。 ちゃったんですがで,でもさすがにその試着したやつはゼロが1個多い,はい、はい、かなりの値段の革ジャンなんで、えー、これは無理だわと思って何、えー、か一つぐらい買わないと帰れないよなと思ったら、えー、店頭にあの売り出しの特売品があってですね <laughs> こ,これはゼロがゼロが確実に一つ少ないので, <laughs> でか,かなりリーズナブルなんでと,とりあえずこれにしよう何か買わないと帰れないと思ったから、えー、これくださいって言って買ったのがこの革ジャンです。 なんで買ったかというとですねはい、はい、このワジャンちょっと秘密がありまして、うん、TPO と申し上げました、はい、今日のタイミングで来,た来てきたのには TPO があると申し上げました、ええはい、実はこのワジャンはラクダ側なんです。 珍ししいでしょ<ー>私もねラクダ側って初めて聞いたんですよそれで店頭でこれ安いから、うん、安いからこれ,これとりあえずこれ買って逃げちゃおうと思って、うん、ふっとラベル,がラベル見て値段を確認して、うん、ひっくり返して素材を確認したらラクダ側って書いてあってえラクダ側の革じゃんなんてあんのか,か初めて知りました。そそもそもラクダ川が まあ、あの結構ね、ねややこしい川だと今ね、ねワシントン条約で取引禁止になってたりなんかそややこしい、<ー>多分ね安くで売られてますからそんなもんではないはずでワシントン条約で引っかかるようなやつはおそらくかなりの高額で取引されてるはずなんで大丈夫だとは思いますが、うん、でも正直、これをラクダ側というやつをオンエアで言っていいんだろうかとちょっと今、一瞬考えながら喋ってるんですけども<ー>言っちゃったものはしょうがないですね、複数本に返らず、まあ。そうですね、はい 「イティズノーユースクライングオーバースピリットミルク」と言ってですね英語の隠れ家を中学校の時に教わったと思います。いにえらを英語で言うと何かみたいなよく中学校時代の英語のテストに出たものでございますそれはともかくとしてラクダ側なんです。で一応今中東がいろんなニュースのホットポイントになってますからやっぱりちょっと中東に関連したもので話題の中東でいうことで。 という話を全然するつもりはなかったんですが本番直前にまたっぷりと喋りますよねそうですね思えば結構いい時間になっていてもともと予定していた今日の話題はあ、明日に持ち越しをさせていただきます腐らないネタで明日でも大丈夫です明日ですかいやもうだいぶ危うくなっておりますけれども大丈夫です今日もねあお家出るときになんかずいぶん前にもらった健康食品みたいなやつをこうパッケージボール紙のパッケージあげてそろそろこれ食わないとまずいよなと思ったら 期限がまあ2022年の9月か、ね、でそれで、まあ、大丈夫だろうと思って、えー、口にしてみたら、うん、明らかに油が酸化してる味がしてですねうわもうでもあと19袋も残ってるしどうしようかなと、えー、今まだあの。 棚の上に置いたっきりでこれから19日間連続してそれを食べるといやいや良い子は真似しないようにねしてくださいねこれはねやっぱね食品ロスは減らさないといけないですよまあそのためには賞味期限の中でそうないでないで食べるねでももう切れちゃったものはしょうがないしな先行ってください <laughs> わかりました。さあ、ズームそこまで。その話じゃないですよ。すあの、今日喋ろうと思ってたネタは。ああはね、全然違いますから。はい、はいはい大丈夫。楽しみにし。明日ぐらいまでギリギリ持つんじゃないかなと <laughs>。腐るギリギリ前美味しかったりするものもありますからね。<laughs> また、結構増山さんも適当なこと言いますね。<laughs> そうですね。はい、さあ、この後は、昨日の夕方から、今日、この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。で、四時台は、今年三月にね、今お話にありました。N. H. K. を退職されたフリーアナウンサーの竹田真一さん。 メディア不信そしてて今あるべきマスコミの姿勢について伺い伺ます5時台は、えー、取り上げるニュース「ガザ地区の危機人道回廊の設置と外交の行方は?」という話題でえ東海大学教授のアルモーメン・アブドーラさんスタジオ生出演です。 番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。そして番組のエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエスト。ラジオの前のあなたが選んだ一曲お送りしますが、リクエストのお題、今日はいかがいたしましょうか。ラクダ川の革ジャンを着た時に聞きたい曲。難しすぎる。ラクダ川の革ジャンを着た時に聞きたい曲。覗く月の砂漠。ああ、そうですね。覗く月の砂漠。はい ちょっと難しいですけれども、まあ、頑張ってね選曲の理由も書いて送ってくださいで今日は確かに難しいな難しいですよまあでも発想豊かなねリスナーの方多いんでショウのマヨとかね。 なんか雰囲気で言うと、あ<ー>なんとな中東系の感じがするじゃないですか。はいはい、あの多分、小野真由さんと中東は何の関係もないと思いますが。<laughs> はい。まあ、ちょっと考えてみてください。で、今日は四時台後半に、あの、選曲していきたいと思いますので、いつもよりね、ちょっと早めに。よろしくお願いします、はい。選曲の理由も書いて送ってください。 メールで送ってくださる方は、Z. O. O. M. ズームアットマーク。今日は五四二ドットコム。アブドーラさん出演なんだ。そうなんですよ。ですから、ちょっとね、早い。アブドーラさん。なんですか。言いたいだけでしょ。その口の、ねはい。そうなんですか。アブドーラ。<laughs> ザ。ね。 じゃはい、はい、久しぶりに聞きまして本当ですね。旧ツイッターフックスで参加される方ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしております。さあでは続きましてガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。 東京株式市場、日経平均株価は昨日と比べまして381円26銭高い3万2040円29銭で取引を終えましたトピックスは前日と比べて18.54ポイント高い2292.08で取引を終えました円相場は1ドル149円50銭付近で取引されています。 東京市場の円相場はドルに対して15銭程度の小幅な値動きにとどまっていますアメリカの長期金利が上昇したことで一時149円63銭前後まで弱含みましたが政府日銀による円外介入への警戒感から下げしぶっています 海外市場ではアメリカの小売業の売上高や鉱工業生産など経済動向を見極める上で、重要な経済指標の結果に注目が集まります。また、アメリカのバイデン大統領が明日イスラエルへ訪問することが明らかになるなど、引き続き中東情勢への続報に注意が必要です。外為、ドットコムプレゼンツ、マーケットインフォメーションでした。 日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュですアメリカのブリンケン国務長官は日本時間の今日未明バイデン大統領が明日にもイスラエルを訪問しネタニヤフ首相と会談すると明らかにしました イスラエル訪問後は、ヨルダンのアブドラ国王エジプトの新大統領パレスチナ自治政府のアンパス議長らと会談することも伝えました。国連安全保障理事会は、昨日パレスチナ自治区ガザの人道危機回避を目的としてロシアが提出したイスラエル軍とハマスに停戦を求める決議案を否決しました。 ロシア大統領府は中国を訪問しているプーチン大統領が明日習近平国家主席と会談すると発表しました大和運輸がメール便の配達を日本郵便に移管することに伴い業務を委託しているおよそ3万人の個人事業主との契約を来年度末までに終了する問題で 配達員の労働組合は昨日、近く東京都労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てると発表しました。三菱 UFJ 銀行など全国10の金融機関で振込に遅れが出た全国銀行データ通信システムの障害は、プログラムの設定ミスで部分的な容量不足が生じたことが原因であることが昨日わかりました。 子どもと接する職場で働く人に性犯罪歴がないことを確認する新制度、日本版 DBS の法案をめぐり、加藤少子化対策担当大臣はきのう、臨時国会への提出を見送ることを正式に表明しました。与党内から、内容が不十分との意見が相次ぎ、調整に時間を要すると判断したとみられています。 北海道は、昨日ヒグマの保護と個体数の管理に関する検討会を開きました。生息数の増加によって、人や農作物への被害が深刻化しているとして、捕獲頭数の目標値を設定することを決めました。捕獲可能な区域も拡大する方針です。 プロ野球クライマックスシリーズファーストステージで昨日、ロッテが延長10回、ソフトバンクに3点を勝ち越された直後に、スリーランホームランで同点した後、劇的なサヨナラ勝ちをしました。 ロッテは明日から始まるファイナルステージに進みます。またソフトバンクは昨夜、藤本監督の退任を発表しました。なお、聞きの日報放送では、明日から始まるクライマックスシリーズファイナルステージ、阪神対広島戦を完全実況生中継します。 今の実況だけ冷静に聞いてると何興奮してんだこの人っていう。で <laughs> でもそれだけ劇的な展開だったんです,よ、ね、<laughs> そうなんですどのくらい劇的かというと昨日のロッテソフトバンク戦なんですが、はい、え延長戦にもつれ込んで延長戦にもつれ込んで表でソフトバンクが3点取っちゃったんで延長にもつれ込んでソフトバンクが3点取ったらもうそれで決まりりのはずなのに。 裏で逆転さよならでロッテ勝っちゃったという,そ,うそ,それはまあ実況のアナウンサーも興奮するよねって話なんですが、うん、まあでもねえー、これ順当なんですだからペナントシリーズではロッテが2位でソフトバンクが3位でしたからはい、はい、まああの順当に2位が勝ち上がってこれからオリックス1位でペナントレース優勝したオリックスとの戦いということになりますが、うん、ただこのロッテの勢いは オリックスにととっては脅威だろうな思います、まあ常識的にはあの1試合分のアドバンテージがファイナルステージにはありますから、うん、常識的にはもう圧倒的にオリックス優位なんだけれども、まあ、それでも,、ねでもね、昨日のこのとんでもない逆転劇を見せつけられると「うん、わわロッテの勢いすげえなと」と多分オリックスファンは、えー、ちょっとなんか、えー、ささ寒い思いをしているんじゃないかと思いますが。はい まあ、あその同じタイミングで、ねえー、阪神、広島、阪神、広島これはあのー、日本放送でも中継しますあ順当に阪神が勝ち上がってで、まあ、順当にオリックスが勝ち上がるとオリックス対阪神の関西同士の日本シリーズということになるわけですがそうするとどうなんですかね。関でも、ね、阪神ってやっぱり関東にもファンの方多いですか。順当にオリックス阪神で で決めてるんですか <laughs> <て>広島も頑張ってますよねそうですね、うん、この番組広島でも聞いてらっしゃる方いるあそうですようでそうですようかつなことが言えませんねうかつなことが言えないというと、うん、あのニュースの二番目の項目に入ってましたけどねはい、うん。ロシアが提出した国連アンポリイスラエルとハマスの停戦の決議案が否決されちゃったと 安保理というところはとこういう印象も今このニュースだけだとこの原稿だけだとそう思う方いらっしゃると思うんですが、はい、採決の国ア安保理の採決はどうだったかというとロシアの提出した停戦、えー、求める決議案にロシア、中国アラブ首長国連邦などが賛成、はい、アメリカ、イギリス、フランス日本。 まあ日本だけちょっと異質な感じがしますねアメリカイギリスフランスはあのいわゆる安全保障理事会の5大国で日本は非常任理事国ですから、うんえー、で6カ国棄権ということで秘訣、まあ、あの日本が賛成しようが反対しようがあのアメリカイギリスフランスのうちの一つでも反対してりゃ とといいいうううころは否決されちゃいますからそういうもんなんですけどなんで否決されたかというとですね、うんはい、このロシアの決議案というのがあの最初にイスラエルになだれ込んだハマスに関しては一切言及せずに、うん、一般論として一般市民への暴力やテロ行為を非難する決議案ということでアメリカは何と言ってるかというとハマスを決議案で非難,し非難しないのはテロリストを擁護することであって言語道断だということで。はい アメリカは反反対対にに回回りりままししたた日本もアメリカが反対に回ったら日本も反対に回るという構図なんでしょうね、これは。うんえー、で、これで終わりではなくて、ですね、えー、でも安保理で何も決まらない、いくら役に立たないとは言いながら、何も決まらないのは、ちょっといかがなものかというあの問題意識はあるみたいで、ですね、うん、ブラジルが、えー、今あの、別の決議案を取りまとめてますでブラジルが取いまは あのちょっと似てるんですけども、はい、そのロシアの出したのと決定的に違うのは決議案の中にハマスによる攻撃や誘拐を非難した上で人質解放や人道支援のための一時的な緊張の緩和などを求めるという、えー、これ、文言の今、整理が行われててですね、うん、日本時間の今夜ぐらいまでに採決されるだろうという見通しでただ、これ、採決で賛成多数で採決になるかどうかが分からないのは。えー ロシアは自分が出した決議案を否定されてますから次におそらくですね、えー、今回ロシ,アロシア案を否決したアメリ,アメリカイギリスフランスなどが参加して水面下で文言の調整が行われてるはずなんで、はい、おそらくブラジルが出してくる決議案に関して言うと、えー、アメリカフランスイギリス日本などは賛成に回ると思うんだけども、うん え先に出したロシアの決議案否決されちゃってるという手前があってでその決議案の中でハマスによる攻撃誘拐を非難するという文言が入ってるんではい、はい、もしかすると、えーまあ、パレスチナ等々のアラブ勢力に配慮するロシア中国あたりの動向、えー、特にあの最初の決議案を否決されちゃってるロシアあたりがその決議案に賛成するのかどうなのか。 結局これ否決されちゃうと、まあ、さっき言ったようにあの5大国のアメリカあじゃアメリカイギリスフランスロシア中国のどこか一つでも反対すれば決議案は採択されませんから、えー、だからまあブラジルがあの今後出す今出そうとしている決議案に関して水面下で調整は行われているけれども国連安保理としてこの問題に対して、えー、え足並みの揃った対応ができるかどうかというのは、うん、まだ今このタイミングでも。 残り時間はあと一日もないですっていうそういうタイミングには差し掛かってますけどね、うん、ちょっとなかなか見通せないというのが現実です。はい、以上でよろしいですか。えー、まだいくらでも全部喋ろうと思って喋りますけど、<laughs> どのくらいありますかと。三十秒。三十秒。ええヒグマ。ヒグマね。そう。皆さん知ってますか。これはあの常識の話ですが。はい 月の輪グマっていういわゆる一般的に本州で熊と言われているものは北海道にはいませんで北海道にいるのはヒグマですヒグマは本州にはいませんえあれ？本州にいるのは月の輪グマです<わ>はい。熊というと日本には月の輪グマとヒグマと二種類しかないんですがヒほヒグマは北海道にしかいないし、うん、えー、月の輪グマは本州にしかいません、はい、サイズも凶暴性も全く違います もう北海道のヒグマはとってもよく恐ろしいです。強いと。はい。ちょうどいいお時間になりました。はい、ズムフラッシュでした。<laughs> 10月17日火曜日時刻は午後4時3分を回っています東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしていますさあご意見をいただいております、はい、ありがとうございます辛坊さんの革ジャンについてですね冒頭お話しした、はい、話すつもりがなかったけど思わず喋っちゃったやつですね <laughs> まあいつものことですがいすいません、ね、<laughs> 足立区の男さんへへ僕も革ジャンを買ってみたいんですけど買ってみたいですか、うん、買ったことないのかなまだな<ー>でント 当品のはだだいいいいたおくくらですか教えてくださ革ジャンの値段ですかカージャンの値段っていうのはもう本当にピンキリですがピンキリですけども最近ネットなんかで検索するとですね、はい、1980円ぐらいであるんです<え>あるんですがこのぐらいの値段の商品は私の経験から言うと確実に、はい、まあフェイクなんですけど<ー>フェイクなんだけども、うん、今はねフェイクって言わないんですよエコレザーとか言うんですね。 ひ響きほらさすがに今どき毛皮のコートってそうそう流行ってないと思いますけども昔はセレブの人はみんな毛皮のコート着てましたねところがあの毛皮のコート作って例えばミンクなんかは動物虐待だとかって話になって毛皮のコートは最近あの有名ブランドは続々なくなってみんなフェイクファーっていうまあ化学製品に置き換わっていったのと同じように牛皮とかなんかはどうせ牛くて。 ててまあユイは別に皮取るためだけにし肥育してるわけじゃないと思うんで、えー、私はいいと思うんだけどそれでもやっぱりね世界的に言うとリアルなレザーに関しての、えー、使用に関して批判がまあある まあ一定数あるわけですよで、はい、そこに配慮して最近あのフェイクフファーではなくフェイクレザーじゃなくてそれをわざわざエコ,エコレザーだから私がよくあのお,使お金使いたくない話で SDGs だと言い張るのと同じでじゃなくてこれはフェイクじゃなくてエコだっていう,うな、ね、そういうエコレザーの製品ならば数千円レベルででいくらでもありますただね私ねそれで言うとねこの話ちょっと長くなって申し訳ないんだけど。はい えー、今年の春に捨てるつもりで、ええ、この間あれ捨てたはずじゃねえのかと思って見たらまだまだうちのシューズクロークにぶら下がってたんですけども。 あの3万円ぐらいしたダウンのレザージャケットこのダウンのレザージャケットを買うにあたってはですねのこの番組の前身土曜日時代と関わりがあるわけですよ、はい、土曜日ここの番組やってた時に、うん、あの有名男性俳優の方がゲストにいらっしゃったんですよ。誰だっけ多分んそのうそう <laughs> の方がレザーのダウンをおししゃれに着こなしてたんで あれは一体どこのレザーダウンだっていうのをスタッフに聞いたら「<laughs> うんまあ、後場さんは多分ねあの銀細工で有名な何、はい、とかハーツっていうやつじゃないかと思いますよ」すねうん、なんとかハーーツののレザーのダウンなんて「万円ぐらいすするわけですよ,ですよでそれは100万円のレザーのダウンは大えれべ」と思ってインターネットで検索したら3万円ぐらいのやつがあったんでこれで見,見た目は一緒だからと思って買ってしばらく着てたんだけども。うん あのシューズクロークに吊るしといて、うん、去年着ようと思って衝撃を受けたのは、うん、首のところの皮の表皮が剥がれてて、はい、下の生地がむき出しになっててあ,<ー> <laughs> あこれフェイクじゃんっていう3万いくらもしたのにだから今のフェイクレザーとかエコレザーって何年も経って劣化してきたら分かりますしそれは火でも燃やしでは分かりますけど、うん、そうでないと。 まずわかんないレベルになってますね。私はもう本物だというのを信じて3万円くらいも出して買ったのに、<laughs> すげえ衝撃で。 まあでも信じてればね信じるものは救われるですから、まあ、まあいいんじゃないですか。かでもやっぱり本物の方があったかいし<ー>特に私なんかあのほらバイク乗りバイク乗りですから <laughs> まあ原付きだけど <laughs> 原付きだけどバイク乗りですからす、ね、転倒した時のリスクを考えると、うん、やっぱりリアルのレザーの皮の厚いレザーも,も全くあのフェイクのやつとは性能が違いますから必需品だったりするんですが、うん、まあお答えはあのエコレザーなら1980円 ぐらいからあります。本物のレザーだと、やっぱり一万円超えますね。満タンに,、ね、にはなりますね。で、あの、さっき言った、なんとかハーツみたいなブランドものの高いやつになると。さらに、桁がゼロとかつ、二、うん、ゼロが一つ二つ上がったりします。うんうん、それは、でも、もう、あの、ファッションの分野ですから。な、うん何とも言えませんね、そ,ねそれ、ねそ。その値段に価値があると思う人は。はいはいはい どうぞお買いになったらっていうだけの話ですからまあちょっとご自分にね合ったあのそんな感じですよく選んでみてください別にバイク乗らないんだったらエコファーで大丈夫だと思います見た目はもうほぼわかりません今はい。それもありですよね一つの選択エコファーだと言って売ってくれりゃいいんだけどね私みたいにリアルレザーだと信じて買って数年来てなんだよこれ騙されたから騙すごいだけどもうその段階で返すわけいかないじゃないですかどこで買ったかも覚えてない <laughs> <laughs> まあまあ。そんなこともありますから、お気を付けください。よく、はあ、お考えになってください。何考えるんだ。<laughs> <laughs> <laughs> 何も考えずに喋るのやめてくださいそんなことないですよ足立 <laughs> 区の男さんの,の気持ちになってま,まだまだねあなたからのご意見お待ちしてますよ <えっ S 1> メールは ZOMZOOM o アットマーク一二四二ドットコム。番組の感想を Q ツイッター X でもつぶやいてくださいハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで今日のズームミュージックリクエストのお題はラクダ川の川ジャンを着た時に聞き 対局ですお待ちしております日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらですメディア不信と今あるべきマスコミの姿勢とはジャニーズ事務所のジャニー北川元社長による未成年者らへの性加害問題への沈黙 視聴率主義から来るニュースの偏りなどメディアの報道姿勢が問われています今あるべきマスコミの姿勢とはどういったものなのでしょうか今日は元 NHK アナウンサーの竹田新一さんをゲストにお迎えいたしましたどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします,おしますお忙しい中ありがとうございますい竹田新一さんだと今の今まで思ってましたが竹田新一さんなんですかはい<あ>、はい、そうなんです竹田 濁りのない竹田です。竹田竹田竹田。<laughs> どこのご出身ですか。えー、熊本です。熊本、はい、熊本のどの辺ですか。熊本の、えー、僕は育ったのは熊本市なんですけれども、はいはい、母は天草というところで。天草ですか。えー、で父は阿蘇なんですよ。

強く反応を実はししてておりましてですね、はい、これも、ま、私の本当に個人的な話なんですけど、ええ、私2013年にあのの目の見えない人と太平洋団にいってよっと沈めたことがあるんですが、はいはい、この時に一緒に行った目の見えない方は、ええ、天草の方なんですよ。あそうなんですか天草結構ね私の人生で節目節目に天草出身の人が登場するんで<ー>なんか不思議な縁があるなと思っていて、はい、いやそれと何の関係もないですが。ええあ 田さんんんも草ななだっっていいいうううううそ話 NHK に入たはどことで僕ね自慢じゃないですけどねこの業界結構長いんですけど NHK 全く接点がないんです大学の同級生と同じクラスのやつが2人 NHK 入りまして1つはドラマで峯島君っていうのがいてもう1人は長年カメラマンやってたんですが2人だけ NHK に入ったやつがいるんですけど私のうちのクラスは。だけど あのまあ、民放各局、東京も大阪もそこそこ1回くらいは出たことあるんですけど、はい、NHK は一切声がかかってないっていうかい縁がないというか <laughs> そんなことをアピールして何になるって話なんですだからなんか NHK の人はす,すごく新鮮で、はい、NHK にあのどういういきさつでににに入局というんですかもうでも33年前の話なんで、はい、あので今更っていう感じもするんですけれあの広告代理店に入りたかったんですよ。 <で>電通箱ほど電波そうで,、はい、で電通に入りたく、ね、なる大学ですか？大学は筑波大学です。あ、筑波ですか？はい。ほうほう、ホイデ。だからあのまあ都会のね、ああいうキラキラした <laughs> <laughs> そういうところに憧れて。なん三十年前の筑波って今もまあ多少多少今は垢抜けてますけど、三十年前の筑波って何にもなかったらしいですね。本当何にもなかったですね。 だから学生で、ええ、真面目な学生っていうか、まあ、筑波の人って真面目に勉強する人多いんで、うん、あので筑波にこもってるとなんかか別世界ですすねねあそうだら僕も熊本から出てきて、ええ、で夜行列車でね、うん、あのずっと高校卒業して、はい、で東京に出てきたんですけど、ええ、そこから常磐線に乗り換えて、はい、で筑波に向かうとだんだんあの熊本に風景が近づいてくるんですよ。<laughs> それが結構ねショックで、ああそっか。せっかく東京に勉強に来たと思ったら、東京に行ったと思ってたんですけど、あつくばあでも今思うとそのやっぱ寂しさみたいなものがすごく大事だったなと思ってまして、それでまああの広告代理店目指して、でまあそれは失敗したんですか就職試験は？まあそうですね。簡単に言うと、簡単に言うと失敗しました。でも NHK もそう簡単にやりづくないでしょ。特に NHK のアナウンサーってどうなんですか？でアナウンサーになれるとは全然思ってなかったので。 なんかアナウンス研究会とかにいたんですか？いやあのそういうのに入ってなかったです、ええ、はいあのバンドやったり演劇やって、バンド <laughs> パートはパートはあのギターだったんですがギターええ、あのそのうちやっぱりバンドのサークルとかってみんな音楽へのこだわりが強いから、ええ、どんどんこういがみ合って。 バ<ー>バラバラにだから学生バンド、空中分解する話はよく聞きます、ね、だから最後は一人であの弾き語りで歌ってました弾き語りで <laughs> 今でも、なんかあのギター渡したらいきなりなんか歌いたりなんかするかいやあの家では弾けるんですけど、はい、オンエアで何回かやる機会があったんですけど必ず間違えるんですよ、なんか弾けなくなっちゃうんですよね。それって、はい テレビ向いてやいいすやそれでじゃあ何でアナウンサーなんですかそれでディレクターになりたいと思って受験してたんですけど当時は NHK の採用方針がアナウンサー志望の人だけじゃなくてディレクターとか記者志望のものから何か採用するっていうそういう方針だったんですは あのーまあ、ちょっと正確には分からないですけど多分半分以上は他の職種希望入ってあそうですかいや確かにね<ー>私の大学の同級生も、えー、そいつ一般職で受けたはずなのに採用がカメラマンって採用カメラマンで。<ー> 定年退職までカメラにいましたよ。そうですね。そういうことってあるんですね。ネスケもずっとあのその職種で採用されたら最初に職種採用された職種が定年まで行くんですか、はい。そうですね。基本的にはそうです、ね。これで最終的にはあのアナウンサーで採用ですか、うん。アナウンサーで採用しますって内定の電話で言われます。でアナウンサーで採用っていうことになるとどこに行くんですか。いきなり。いきなりまずは地方局です,地方局か,ですか。はい、それって決まってるんですか。どっから始まるとかって。 あのーまあ、決まってはもちろんないんですけれども、えーあのー、大体全然関係ないところにやられるんですが、はいえー、僕の場合は初任地が熊本だったんですよ。それは別に何か配慮されたというよりはたまたままなんでですすかねねそうですね僕らの同期はたまたまそういう人事の方針何年いらっしゃったんですか熊本に熊本は4年いました。熊本4年、はい、そっから で松山に行きまして。松山と愛媛の、はい、愛媛の松山に三年いてはい、はい。愛媛の松山三年、はい、それで七年。七年、ええ。大体どうなんですかでその辺でもう、ええ、あの東京に上がって来られる組と地方生涯回る組と分かれたりするんですか。うんそうですね。うん。 まあ、みんなが東京に戻ってこられるわけじゃないんで,しょそうです、ね、どのくらいの比率なんですか、東京に戻ってこられるのは。あのまあ、さすがに30年も勤めてたら、あの最終的にはみんなあの必ずどっかのタイミングで東京には来るんですけれども、あのね、私ね、<laughs> NHK の台風中継なんか見るの好きなんですよ、NHK の台風中継のローカル中継見てて、はい、明らかに失敗するやついるんですよ、<laughs> <laughs> うわっ、下手こいつみたいな、そういう落因を押されちゃうと、絶対上がってこらんないとか、そういうのないんですか。 なんかだから上りで、ネットの、ローカルのアナウンサーにとって、やっぱり上りのネットニュースって、ね。ええうんうん チャンス限られてるじゃないですか。台風の時とか、なんかそこでなんか大きな事件、事故でもないと、上りにならないですよね。そうすると東京に俺がいるというアピールは、そういう時しかできないのに、そういう時にとんでもない失敗するのが私見てて、あの、一言ながら、うわぁ、こいつ、こいつ絶対本局戻れねえとか、そういうことは、私は勝手にそう思うわけですがそういうことってありますあの まあ泣くはないんですけど、ええ、だけどやっぱりまああのまあ人事ですから、ええ、それは日頃の仕事なんかもちゃんとあの見てるんだと思いますけどね。そうですそうです。<laughs> それ言ってサドンデスうでっていうことでは、ね。いやでもやっぱりアナウンサーとしてやっその瞬間失敗したらもう本当にもう終わったって僕も何回か経験ありますけれども。<laughs> ありますあ,あります。あ僕、はい、終わらなかったんですね。何年目ですか東京に戻ってきたの。東京にあのまあ戻ってきたというか僕は筑波ですので東京に初めて行くってことになるわけですけど、あのー。 ええだから八年目ですかね。あ、そうそう、はい、あの熊本愛媛の次東京に戻ってきて、そ,すっそっから東京どのくらいですか。でそれから九年いたんですかね。はい。それってあのごめんなさい N.H.K. のアナウンサーのヒエラルキーがわかんないんですが、ええはい、花形のニュース花形の仕事ってやっぱり午後七時のニュースとかそういうやつですか。うん。何が一番花形なんですか。<laughs> それはねやっぱりあのそれぞれの思考があるんで。ええ まあ報道を目指しているアナウンサーはやっぱりニュースセブンとかニュースオチナインとかおはよう日本とかそういう大きなおはよう日本で朝の話ですね。そういった武田さんその東京では何を担当されてますか。最初は僕はあのお昼の正午のニュースっていうのをてま、ね。お昼のニュース十二時のやつですか。そうです。はいはい。帯で、うん。帯で。で お昼のニュースっていうのは、もちろんお昼のニュースを担当する。お昼のニュースを帯でやるのも、結構安定感のいる仕事ですよね。えー、そうですね。あの朝から晩までの、あの日中に。起こったいろんな突発的なものは、全部、えー、まあ担当するということになるんです、ね。だから、あれも普通に読むだけならね、まあ言っちゃ、うん、誰でもできるんですけど。うんうん、ニュースってやつは、オンエアの最中に突発で差し込みで、初見っていうことが。 ありますから。そう,ねはい、そういう時に冷静にちゃんと対応できる人じゃないと。うんうん、お昼のニュースの帯なんか、多分ね。任せられないと思いますよ。ニュースセブンの。それは年齢的には。あれは。ええー、三十代の前半。ああ、そう、早いぐらいですね。すね<と>うん、そうですね。あの。まあ、当時はやっぱりそういう若いアナウンサーが。ええ、まあ、スタジオでこうやって鎮座して、ニュースを読むっていうのはあんまりなかった。

すべてニュースセブンを担当してた。N.H.K. に戻ってきて、はい、やっぱり N.H.K. が東京ですね。圧倒的な安定感があったということなんでしょうね。<laughs> そんなことないですよ。それ退社する前は何、はい、直前何されてました？直前は大阪に2年勤務して、大阪からあの全国のニュースキングオっていう番組があったんですけれども<ー>、いやあのね今日なんかデルスターが返ってくれた原稿は、ね。 N.H.K. を辞めた理由はとか、こういろいろこう並んでるんですけど、うん、正直私ね、実は読売テレビ辞めてるのが五十四歳なんで同じぐらいですね。同じぐらいですね。辞めましたから。私の場合は、えー、多分で、ね、だけどね、その後プロダクションにも入らず、はい、奥様と二人二人三脚で事務所。はい、たまたままあたまたまって言っちゃ申し訳ないけど、今はまあ朝の民放の帯という,、うんうね、かなりまあいや大きな仕事をされてますけれども、はい、あの私が 似たような、そこだけに似てるんです。辞めた年齢とかっていうのを考えたときに。うんはい、私は何で辞めたかっていうと。うん、単純に。別にもう。あの年金考えたら。何もここで定年までいる必要はないし、これ以上退職金増えないし。うん、いや、ノーリスクでやめてるわけですよ。うんうん、あ、ある意味。武田さんもノーリスクでやめてますよね。そういう意味では。そうですね。はい。まあ、あの定年。 あのまあ早期ではあるんですけれども、えー、一応定年でやめたんですね。あ、定年,定年。定年なんですね、はい。早期定年、ねいや。それでね、はい、本気で芸能界ですね。うん、頑張ろうっていう人たちは。 あの大手のプロダクションに入るんですよでそうじゃないとやっぱね仕事の,質,の質も量も全く違いますから,から私は全くそんな着なかったから <laughs> あのプロダクションに入らなかったんですが武、うん、田さんも奥様と二人で事務所ですか、はいそ,うです、はい、それを見るとそんなに本気で仕事しようと思ってなかったんじゃねいと思うんですけど <laughs> <laughs> まあそんなことはないんですけれどもねえねえあのー。 まあ、大手の、大手というか、プロダクションの方からお声もかかっ、はい、て。いただいたん。そうですよね。だって、だって私知ってる NHK のアナウンサーってそんなに多くないもん。<laughs> 見当たてる高橋慶三、武田新一ぐらいだもん。大御所と。堀潤さんとかね。堀潤 <laughs> さん。堀淳 <laughs> さんね。はい。一番肝心なとこ忘れてどうするでも、あの、やっぱりあの、 まあこれだけいろんな大きな組織で長年働いてきましたから、ええええ、やっぱり自分で何にもやったことがないんですよね。例えば帳簿をつけたりとか、はい、ねあのー、あまあね相手方と交渉したりか、エネルギーのアナウンサーでごめんなさい、全部で全全国入れると何人ぐらいいるんですか。今で五百人ぐらいいるんですか、ええ、そんなにですかね。そのうち東京の本局にいるのが何人ぐらいですか。ねちょっと正確にはわかんないんですけど、百。ええ 六十人か七十人ぐらいそれでもそんなにいるんだ多分そのぐらいの規模でいると思いますスポーツもなんも全部入れてですよねそうですねスポーツもニュースも全部合わせ NHK の七時のニュースを長年やってらしたということはいやその NHK の報道関係のストレートニュースの分野ではいや頂点ですよねそれ以上上ないないですよねまあ昔ニュースセンターで磯村翔徳さんみたいな方いらっしゃいましたけどあの方アナウンサーじゃないですかあ記者ですあの方記者ですか えー、やっぱり NHK はそれでも今でもやっぱりストレートニュースに関してはアナウンサーが担当していらっしゃいまそうですね。はい、アナウンサーが担当してますね。そういう伝統ですよね。うんえー、いやそれで。 まあ、奥様と一緒に定年退職で辞めて事務所を作りになってから、はい、どんな当時人生を当時って何年前ですかそれそれは今年の3月ですね今年の3月ですか <laughs> まだ全然半年しか経ってません <laughs> あそうか、はい、じゃどのタイミングであのー、朝の帯っていう話が持ち上がったんですか、まあ、それはですね、はいあのー、日本テレビさんとの

日本テレビさんも、はい、もちろんいろんなあの事前にですねお話をしたりとか一緒に知人を通してお食事したりとか、ね、そういう機会はあったんですけど、ね、やっぱり僕はちゃんと NHK をやめるっていうことにならないと、はい、日本テレビさんもじゃあキャスティングしようってことにならないし、ね、だはいそのタイミングをやっぱりこうお互いにですねあだからあのやっぱり、えー、一番は私がもう。 NHK を辞めるって決断をするってことが大事、ね、長く NHK にいて今民放でやってらしてやっぱり違いますか、はい、うんまあ違うようでまあ意外と同じっていうんですかねまあそうでしょうねはい、うん、そ,そこはそんなに変わらないですすね、はい、で生放送の緊張感みたいなものは一緒ですからね、うん、一緒ですね一発で何か起きるっていう、えー、あとやっぱりまあ正確な情報をお伝えしていろんなものの見方を提供するっていう意味では 責任も、なんかでも驚いたことあります驚いたここととでですすかがあるってね皆さんにとってはものすごく当たり前のことだと思うんですけど、商品名みたいなものは、どの程度気を使うんですか、NHK 時代あ NHK 時代はやっぱりほとんど言う機会はないんですよね、よっぽど経済ニュースなんかで、特定の商品を言わないとニュースにならないときは別ですけど。 ほとんんどないです例えば自分の名前紹介するのに「たけたたけたたけた」とか言うと殴るの暴行ですでも一方で民放さんもやっぱりスポンサーさんとの兼ね合いがあっり逆にね民放のほうが厳しいかもしれないですよ。そうなんですよ最初それが僕あんまり塩梅がよく分からなくてちょっとうっかり言いそうになったりして山ちちゃんんょっとそうなですだから私なんかね大阪でやってた番組の中に一つの番組はスポンサーないって番組があったんですよ。 指すって言うんですけど、ええ、制作費を局が全部出して間に CM 入れるタイミングだけは作ってあるけど、ええ、それは提供スポンサーじゃないので、はい、そこのスポンサーに配慮する必要はないっていう特殊な番組がたまーにありますけど、ええ、まあ民法ではほとんどないそね。うんだその辺の塩梅がもう分からなかったんで、ええ、初めてこう資本主義社会に足を踏み入れていた。後の <laughs>、はい ロシア人みたいな感じですねそういうギャップはありましたどうでしょう、今、例えばね、私なんか見てて、見ててっていうか、大変だろうなと思うのは、例えばジャニーズについてコメント、例えばね、例えばよ、そんなもんについて喋りたくねえよとか思うものも、今、仮にジャニーズって名前を出しましたけど、これ、あくまでも一般論で聞くんですが、こんなもんでコメントしたくねえよみたいなところで、喋らざるを得ないみたいなタイミングがあるじゃないですすかどうんですか。 そういういい感覚はあんんまりないんですよね、はあ、これ多分やっぱり長年ニュースやってきてて、ええ、NHK のニュースやってもやっぱりあらゆることを扱うんですよ。はいはい、それが僕はニュースだと思っているので芸能ニュースだから嫌だとか国際ニュースとか政治のニュースの方がなんかかっこいいとかですねあんまりそういう感覚は全然ないんですね。うんうん、これから あのまあちょっと今月金帯だとなかなか他にやりたいことっちゅうでも忙しくてできないと思いますけども、はいええ、なんか生涯の間にやってみたいようなことあります？生涯の間にですか？はい、それあの放送に関係なっていあもうなんでもあ僕はやっぱ外国に住んでみたいなと思います、ね、どこがいいですか？イタリアとかなんで <laughs> 学生の頃に、ええ、あの何回かあの行ったことがあってですね、ええ、あのイタリアに小さいクレマっていう、はあ、ミラノの近くに クレモナ県クレマっていうなんですよそこにあのたまたま友達がいて、ね、で何回か行ったことがあって、ね、あ将来こういうところに住みたいなってその頃から思ってるんですよね。あ<ー>なので、まあ、もし今はで、ね、もう仕事が大事なので、うん、ちょっと一段落したら。 あの辛坊さんのようにですね、ちょっと冒険に出てみたいなと <laughs> ねえ夢が叶っていですよそ。それであの <laughs> 世間にクソ味と言われて、竹 <laughs> 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 田さん大丈夫ですか？いやいや僕はもう本当 <laughs> お気持ちよくわかります。やっぱりなんか自分のね <laughs> 新しい世界に出てみたいとかいやいやあの、うん、え。えー イタリアかいいなその夢も目指してちょっとそうですね頑張ってくださいそうですねいやなかなかねこれから楽しい人生待ってますありがとうございます聞きたいほどね山ほどありますけれどだいたいねこれさ見かけが真面目なだけで本当は不真面目な人って世の中いるじゃん今日さ事務所のマネージャーが奥さんで高校時代の同級生かなんか来てこの人は本質的にそうそうど真ん中の真面目な人なんだなということがよくわかったねはい お時間でございますあれ？メディア論じゃなかったですか今日は花宇 <laughs> <laughs> さんの竹田慎一さんでしたありがとうございました,ま,したまた読んでください <laughs> ズ<ー>日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなた増山さやかです飯田浩司ですお聞きの内容は配信用に編集したものです 辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしていますラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。 ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱいさらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画やえ辛坊さんが「夕刊富士」の記事を解説する「夕刊富士そこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさんぜひラジオラジコでも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。 日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間取り上げるのはこちらですガザ地区の危機人道回廊の設置と外交の行方はイスラム組織ハマスへの報復としてイスラエルによるガザ地区への地上侵攻の可能性が高まっています ガザ地区では100万人が空爆や退避によって自宅を追われたとみられ人道危機が深刻化する中隣国エジプトとの間に人道回廊を設置することを巡って関係国の調整が続いています。きはこののニュースにつきまして東海大学学国際学部教授の アルモーメンアブドーラさんにお話を伺います。どうもお忙しい中ありがとうございます。読んでいただいて。えー、よろしくお願いします。あのアルモーメンアブドーラさん、うん、今日あの番組冒頭から申し上げてるんですが。日本人の多くはアブ,アブドーラと聞いた瞬間にアブドーラザブッチャーって昔プロレスの。<laughs> <れ>ご存知ですか。<laughs> 私もええー、ネットで検索してたら <laughs>。いっぱい出てきた。<laughs> いっぱい出てきた。<laughs> 私と違う顔な。ごめんなさい。アルモーメンアブドーラさんってお名前なんですが。っどっちが名前でどっちが名字なんですか。名字がアブドーラ。 あ名字がアブドーラさん,なんですただアラブでは名前で呼ばれるんですよ。はあ、い。は名字が最後に来ます。ということはアルモーメンさんがお名前。そうなんです。ということはアルモーメンさんをお呼びするときはアルモーメンさんでいいってと、ね、っていうことです。ね。ことお願いします。す <laughs> アブドーラという名前はアラブでは一般的、中東で一般的なんですかえ一般的ですね。えー、田中とか鈴木とかそんな感じですかね、えー。まあそうね。やっぱり神に使えるものっていう意味なので。そうなんですか。そういう意味なんですね。非常に 新人ばかい名前ではあるんすけどさてアルモーメさんよろしくお願いしますエジプトカイロ生まれ、えー、で何歳の時に日本にいらっしゃったんですか本当二十一歳ならかならないかぐらいそれから基本的にはベース日本でいらっしゃる。そうですね、うん、もうエジプトで暮らした年数以上今日本の方が長いんです、ね、ああ<ー>。二十八年ですいやでも素晴らしい日本語だし <laughs> 日本語が一応専門なんですね日本研究が専門で でもネイティブはアラビア語ですアラビア語でしょね。はい、ししどうなんですかあの物考える時とか寝言とかはアアラビ語語なんすか日本語なんんでですすかか日本言語学的には「連愛線」っていう連愛的な線の言語が部分あるんですけどはい、はい、それを超えると、えーえー、もうそのシフトはもう自然でなるんですよ。 今どっちでどっちでも可能なんだとい,いうことどっちゃまぜになっていて<笑><笑>ちょっと伺うんですけどただ変化はないんですあの、まあ、ちょっと日本人の多くもちょっとなかなか正確には理解してないんですがアラブっていうのは要するにアラビア語を喋る人たちっていう意味ですよねそう、はい、するとパレスチナの今回あのガザ地区にお住まいの方はアラブ人というのでいいんですか、はい、アラブ人っていうガザで喋 喋られているっていうか一般的なアラビア語とエジプトでまああのアルモーメンさんがお話になってるアラビア語は基本同じですか。ですからアラビア語って。 こう共通語みたいなものがあって標準的なものが、ええ、あ標準的ア,ラビア語あとは方言というものが存在しで,でただその開きっていうかそのギャップそんなに大きくないんです、ね、ということは中東、ま、あのイランだけはペルシャ語で全然別の言語ですがです、ね、それ以外の中東全域では皆さん言語は通じるとということですねあのおっしゃる通りそり中東っていうのがアラブじゃない地域も入る例えばトルコは中東の中に入りますねそうするとトルコ語なんですよ。 だからアラブって言えばもう非常に単純な定義なんですけどアラビア語を話せる地域であればなるほどアラブ世界です、ね、なるほどイスラム世界でいうと例えばインドネシアなんかイスラム世界ですけれども当然アラビア語は通じないですよねアアラビア語は全く通じないわけじゃないんイ,スラムイスラム教徒になるには、ええ、礼拝するにはやっぱり多少アラビア語を覚えないとそのいわゆる宗教的な儀礼みたいなものができない。はは コ、まあ、コーーラランンを読む時にはそのコーランでね私知りたかったんですけどもアルモメさんはおそらくスンニ派のアラビアイスラム教徒でいらっしゃいますよねベースは。イランとか今最近ちょっとあの話題になってるイスラエルの北側にあるシリアあのヒズボランみたいなところはシーア派じゃないですか,ですか、ね A、シーア派のコーランと、えー、スンニ派のコーランは違うものなんですか すごくいい質問なんですけどもそれからスンニ派シー派っていうのは、ええ、これ時代歴史の中で政治的な分断によってなったわけですね、はいはあ、はだから信仰上は、ええ、分断はないんです違いはないんです神はアラであって、ええ、その預言者は もハンマド。変わりません。ええええ、なので、二つのコーランなんて、これはありえないわけですえ。コーランは一つという。です,つですただね、だけど、私、パキスタンかなんか行った時に。はい、あの、まあ、シーア派の方がいらっしゃって、はい、ベーススンニー派の方なんですけども。シーア派の方って、あの、まあ、儀式で鎖で体をこう、内側から。街歩いたりしますよね。それを見てるス私の知り合いのスンニー派の人は。 結構あの違和感のある目線で見てて、うん、だ同じイスラム教徒なんだけどやっぱりシーア派とスニ派の間には結構な溝があるような気もするんですねそれは要するに信仰上は溝はないけれども、ええ、例えば何らかのその習慣的なものとかはい、はい、地域的なこの風土的な違いとか、ええ、プラスはあるかもしれないけど基本となるものは全くないですね。 違ったりするる部分もあか信仰っていう部分にはあの逆に要するにイスラム教っていうのはいろんなイスラム教があってはならないんですよ<や>もうシンブルに。こなるほどいやこの話ちょっとしだすと長くなるんですけどもうこれこの件に関して最後の質問なんですけど <laughs> それで言うとちょっと疑問が生じるのはあのイランって。 えー、ペルシャ語っていうまあアラビア語と全く違う言語ですよね。はい、まあ文字は一緒みたいですけども。ああいう国存知で,で、えー、だけどペルシャ語って全く違う言語ですよね。よねだけどペルシャの人たちはイランの人たちはコーランはアラビア語で読むんですか。アラビア語でも読むんですよね。でアラビア語はコーランはアラビア語でなければならないんです。<ー>聖典聖書としてこれはあの、はい、いわゆるキリスト教と違うんです、ね。えー、アラビア語でなければコーランにはならない。で プラス翻訳本があるんですただこれはあくまで翻訳本なんです。ああ原点じゃないということですね。ということは、まあ、イスラム教徒たるべき人は基本アラビア語でコーランを読まないといけないということです。となるとイスラム中東アラブ重ねるものっていうのはアラビア語です。はいはい、あなるほど プララススはもちろんんイスラムですす、ねうん、どうなんですかあのそのアラブ全体の空気感なんですけども最近イスラエルって急激にもともとイスラエル建国した時にはそんなのを認められるかよって言って、えー、地中海にみんなでこう蹴落とすっていうのがま、えーまあ、周辺のアラブの国の、まあ、スタンスだったのが、うん、最近いくつかの国がイスラエルと国交を結び今、スニ派というかイスラム教の総本山的なサウジアラビアですら水面下でイスラエルと関係を結ぶ。うんうん というような動きがあることについてうん、うん、標準的なアラブの人たちってすごい違和感とかかないんですか、ね、違和感はもう非常にあるんですよね。それからいわゆる国交正常化というのは,はい、はい、政府が国交正常化これは利害関係のもとでやってるんですけど、えー、国民は全く別なんですね。エ、えー、エジジププトトに行っていいただくとエジプト最も長いく このイスラエルと付き合ってそうですねエジプトはかなり初期から和平条約を持っていたんですよねしかし国民レベルでは全く交流ないんですそしてあの敵視している っっっててていううところって言ったらまあ適視ししるんでしょうね今回ねあの話題になってるガザ地区ってありますね、うんでまあ、ガザ地区で人道回路を作ろうって話になってもともとガザっていうところは第4次中東戦争までエジプト領だったところですよね第4次中東戦争の結果イスラエル領になって、うん、そこにまあいや200万人ぐらいのパレスチナ人ああのアラビア語を話す人たちがこう押し込まれて、はい、まあ人口過密な中で。はい、17年がずっと で今回ね、人道回路を作るっていうときに、うん、エジプト側にフェンス開けて、そっちから物資を入れるとか、そこから難民を出すみたいなことを、まあ、言われてるじゃないですか、そうすると、そのガザ地区の難民の人たちが、エジプトにドーンと100万人単位で流入してくる可能性がありますよね、うんうん、これ、うん、エジプトの人はどう見てんですかこれ、まずエジプト政府は正式にはもう大反対ですね。 もう消えれなないっていとうことなんですかねはあ、はあ、だから今、少し支援が遅れてるんですよ、実際にはね。はあ、ただ、公式には今日あたりのニュースでいうと、エジプト側はフェンスを開けるつもりなんだけども、数時間ガザ地区の側があの閉じたまんまだっていう。数時間にあの検問所みたいなところがあるんです、ラ、はい、ファー検問所なんですけども、これは、まあ、確かにこれ,これしか通過できないんですけど、えー、これ数時間は例えば外国籍のいわゆる人たちが、はい、あそこに今回のその。 えー、いわゆる攻撃で、足止めになっている外国の方がいるんですけれども、そこを救出するためには、数時間は空けると、エジプト政府は言っている、はいえー、でまだあのいわゆるこのガザ側はで、あとイスラエルとの調整はつかないんですゆる空爆が続いている限り、はいはい、当然、空、えーえー、けられないわけですよね。だけどそ,れそこが例えば今度は 避難民を受け入れるとか、人道回廊をエジプトのほうに向かわせるとかっていうのは、エジプトを、まあ、国民も含めて、だって突然、何十万人とか100万人規模の難民がエジプト国内にどーっとそこのあれっては、新しいい話じゃないんでもともと、以前の政権のモバーラク大統領が、結局、シナイ半島になんとかガザの。ええ あの人たち住まわせる方法はないかって、えー、今ちょっと頭の中に地理を思い浮かべていただきたいんですがガザというところの南に紫内半島っていう三角形の、はい、まあ大きな半島があるんですけどこの紫内半島っていうのが砂漠地帯ですね基本的に。はい まあ、いや、イスラエルの立場からすると、そのガザ地区の200万人をナイ半島、エジプト側に、ナイ<う>半島って基本的にエジプトの中心の回路からからするとかなり離れてるんで、あそこにあの要するにパレスチナの人たち住まわせちいいだろうっていう停留があるっていうことですねででこれ、なんでもこの話あって、当然、もう大拒否ですよね。エジプトからするば、なんで俺ちの国でって話で、ね、そうなんです。よね ななののででその可能性はないんですただ、エジプトからこの支援物資が運んでいくという可能性は非常に今、その方向で話が進んでいる、さっきのシナイ半島の中には、ええ、あの軍事の空港があるんですね、はいはい、アリーシュっていうところがあるんですけど、ええ、そこにあの外国から支援物資を受けて、で直接、 ガザに運んでいくというこう話はかなり現実化。まあ、怯えてきていると思いますけども。さて、今、あの、多分秒読み体制でイスラエルが陸軍を送り込むという状況で。うん えー、おそらく水面下で要するに150人なのか200人なのか分かんないですけども人質どうするかっていうのが、うんうん、多分最大のテーマで一つの考え方としてはあのハマスが人質を解放すると国際社会としてはなかなかイスラエルがあの地上軍を送り込むことも正当化しづらいだろうっていう、うんうん、いうようよな思いもあるんですがこの後どういうふうな展開すると思いますか。 私はありえないと思います。ありえない。ええ。2014年の時にありました、はい、地上戦で。はいはい、でその時イスラエルはかなり大きな被害をきたんですよ。えーえー、まず戦闘能力と情報が非常に不足してるん。ええー。<て>まあ今回のテロを許すということはまあそういうことでしょうね。うん。だからまあとにかくこう。は まあ、テロっていう考え方自体あの要するに現地の店で言えば、あのハマスというのはイデオロギーと行動してるわけですね、イデオロギーは反対、彼らがやっているその戦闘行為、ええ、いわゆる占領に対する戦闘行為は支持得られてるんですよ、そ、ええ、れが正直、複雑な心情なんですよ、好きじゃないけれども、もう戦っている、戦っている人たち支援してしまうというのが。 ところが、の紫外線になると、多分イスラエルはその中にいろんな情報を不足しているんですよその不足している中で、軍を送り込むなんて、相当無謀にリスクが高すぎる、ですアメリカもおそらくいろんな発表を見ると、そこじゃない形で、例えば特殊部隊入れるとか、要するに、このピンポイントの作戦は、 考えられるんだけど、ど人質はね、多分最後に出てくると思います。あ,<ー>あの、今の全部落ち着いた段階で、多分そのお互いにどこで情報かって話になってくると思いますけれども。どね、ただ、おそらく、今私見てる限り、かなり長引くと思う。<ー>戦闘は。あの、もう一つ、はい、実は今回のことで一つわかんないことがあるのは。で、例のあの、九点一一の、あれの後はですね。 首謀者としてウサマ・ビンラディンという個人名がすぐ特定されましたよね、はい、今回はハマス、ハマスという言い方はあるんですが、誰が意思決定をしていてっていう特定の人物が出てこないのは、どういうことなんですかね。うんウサマ・ビンラディンの,の違いっていうのは、ええ、あの時は、葬式はなかったんですよ、アルカイダっていうのは、葬式っていうよりもこう思想的な感じの下とで、賛同、はい、者が集まる感じなんですけど、ええ、ただ、ハマスっていうのはその、いわゆる軍事部門。 えー、そのアルカスさンというの、ね、えー、結構ここもあんまりはっきりしないんですよね、一、はあ、人はもちろん部隊は仕切ってるだろうけど、一、えー、人ではないし、そこをねかなり戦略的につまり誰か個人を攻撃するか、あるいは交渉すれば解決するということではないということですね、交渉するで,はであれば政治部門であって、えーえー、軍事部門ではないですよね。で軍事部部門門いうのは実行派なんでですすねだからら今回政治部門ですら もう分かってなかったということはハマスっていうのはまあ一つのもう国家と見た方がいいんですかね。国家<会>いろんなまあそういう意味では非常に軍持ったかなりこう高度な能力を持った組織と言えると思いますけど。はい、いやまだまだ聞きたいことあるんですけどがごめんなさい,ない、ね、ちょっと時間になっちゃいました。またまた時間作ってください。<laughs> すいません, <laughs> ん。よろしくお願いします。大変勉強になりましたししま。こちらこそありがとうございました。アルモーメン・アブドゥラさんに伺いました。 ズームミュージックリクエストをお送りしているのは新宿区エイクロスケさん藤沢市ゼンババさん京都市ヘイヘイさんお三方からのリクエストショーの前を飛んでイスタンブールおそらくこの番組最多登場回数を回数だと思いますそんなにかけてましたはい、私結構好きなんです <laughs> 私も好きですよ <laughs>、はいうん、いいですねありがとうございます <laughs> ありがとうございました さあ、この後の日本放送、この後五時半からは伊集院光の種。パートナーはフリーアナウンサーの今日は竹内かなえさんです。メールのテーマは引っ越しのお話だそうです。 明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さんそして元日本銀行政策委員会審議員 PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミストの片岡剛志さん取り上げるニュースが中国主導の一 国際協力サミットフォーラム開催などそしてこの番組「辛坊次郎ズームそこまで言うかは」は政治ジャーナリストの田崎史郎さんと政府の経済対策に向けた自民党提言案の全容についててズームしていきます先ほどのアブドーラさんの話ん分かりやすかったですね。はいはいはい でも多分アブドーラ冒頭からね、うん、アブドーラザ・ブッチャみたいな話をしてますから <laughs> でもさっきのニュアンスで言うと <laughs>、うん、あそこをここのスタジオに座るまでに、うん、誰がねアブドーラザ・ブッチャっていうのをネットで検索して <laughs> えこいつだみたいなそう,たう、ね、そういうシーンがあったんだろうと想像いたしまますここででは辛抱ろうととした <laughs> ありがとうございます。